17世紀統治をしていたウィルアム3世は、石鹸や石、さらにトランプまでも税金を課していました。そして窓も課税しました。当時、ガラスは非常に貴重で贅沢品として固定資産として含まれたのです。民衆としては、たまったものではありません。民衆は、税金を逃れるために窓を封鎖したのです。それとは、逆に窓税を逆手に取ったのが裕福層で、窓を増やすことで国家に取り入り、発言力を増したのです。税金のせいで窓を塞いだり増やしたりしたのが正解でした。税金といえば世界では、個性的な税金があり、イギリスでは、渋滞税があり、アメリカでは、ソーダ税があり、イタリアでは、ポルノ税などあるみたいです。まさに、税金が、お国柄を象徴していますね。